皆さんこんにちは、しだれ TBC 凌介です。本日はヒルトップボルフクラブ、ヒルトップ横浜クラブの奥島さんを訪ねてやってまいりました。しだれ TV 準レギュラーの奥島です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、はい、スラップを、はい、奥島さんに紹介していただこうと思います。はい、スラップって何ですか？まあ、シャフトの力、シャフトにかかる負荷の量を測る、計測器になってます。負荷、まあ、負荷、まあ、要はシャフトがどんだけしなってるかとか、はい、どの方向にどのタイミングで、はい、力をかけてるかとか、そういうのが見えちゃったりするんで、うん、シャフトって縦にしなったり横にしなったり、もうその両方を取った斜めっていうのがあるんですね。で、まあ多くのゴルファーは自分にどんなシャフトが合うのかっていうのがわからないので、そうですね。まずそもそも自分がシャフトをどう使ってるのかっていうのがわかると、わからないですよね、なかなか。まあね。そう、どっち側を使ってるのかとか、まああるんですよ。縦使ってたり横使ってたりとか。むしろほら、アマチュアの人とかだと、俺は先を走らせてビュンってやってるとか、いろいろ言うじゃないですか。はい。でもその波形は言ってるのとやってるのが違うんでしょ？違う場合もありますね、だいぶ。なのでその、まあ、波形をね、じゃあ取ってみて、その波形を見ながらじゃあ説明をしていただければと思います。はい、はい、これどこで測ってるの？この機械、ここの中に、うん、じゃあこの中にあの、うん、センサーが入ってて、はいはい、まあ、この中のセンサーが動くことで、うんうん、シャフトがどう動いたかっていうのが分かる、全体が分かる。こんなちっちゃいことしかない。そう、こんなです。こんなちっちゃいセンサー、それで差全体が測れる。そうです。いきます。わお、はい、はい、でこのボタンを押すと多分いつも通りの動きが出ます。はい、これいつも通りしました。もういつも通りですよ、これ。あ、ね、これが石井さんの波形。これが石井凌介の波形ですね。もう何回見てもこれです。はい、何も変わらない。どこをどういうふうに？ではこれって真ん中、ちょっと見づらいですけど、真ん中がゼロなんです。あ、で下から上に走ってる線と上から下に走ってる線とあるんですけど、下から上が縦にどんだけ力かけてるか、上から下が横にどれだけ力かけてるか。で大きくなればなるほど、まあ、シャフトがしなってますよ、力かけてますよということで、でここ 0.0 がインパクト、だいたい 1、2秒、 0.2 秒前と3秒前の間ぐらいがトップ、うん、でトップから、まあ、こっち側がバックスイングになって、うん、こっち側がダウンスイング側になって、うん、まあ当然ダウンスイング側の方が力かけるので動くんですけど、まあ、それを日本で表してるんですけど、これ二次元なんですよね。うんうん、もう一個見方があって、これを見るとね、うん、例えばこういうシャフトが合うよとかっていうのはもちろんなんですけど、うん、浅い重心のヘッドが合うよとか、深い重心のヘッドが合うよとか、そういうのも分かるんですよ。これ今打ってもらった石井プロの、はいはい、まあ、もうちょっと細かいデータというか、まあ、これさっきの、うん、色分け、青と赤で、はい、青が横、うん、赤、ピンクが縦にどんだけ力かけてるか、うん、まあ、まあ、こうよく見ると大体同じ量かけてるんですよね。うんうん、っていうことは、要は縦も横も使ってるので、うん、要は斜めに使ってると、うん、シャフトがこうあって、うん、こうあるじゃないですか、うん、これ縦ですよ、はいはい、この目に対して縦、はい、この目に対して横、はい、斜めだからこう使ってるってこと、うん、だ微妙にこう、要はなんだろう、もうものすごいこうなんか、うん、中途半端な方向で使ってるってことですね。ある意味あの難しいというか、何回見てもこれだよ。そう、何にも変わんないですね。これは何？これは、うん、ここに点点点点でこうヘッドが書いてあるんですよ。ヘッド、はいはいはい、でスタートがこのちょっと見づらいんですけど、ゼロのちょっと下ぐらいから始まってるんですけど、うん、まあ、シャフトってまずこう、うん、もうくっついてる時点で垂れ下がってるじゃないですか、はい、重いからヘッドが、はい、
で動き始めると今度遅れるんですよ、うん、では進行方向に向かってこうしなる、うん、で今度上上げをすると今度下一回行って、うん、で上に跳ね上がって、うん、そうするとこの線が横に動いて下行って、うんうん、で今度上に上がってって、うん、で要はこう上上がっていくと今度、うん、シャフトがこう上にしなっていくんですけど、まあ、この円グラフ自体がものすごい縦になる人と、うん、こうなこう石プロ斜め、はい、であと真横になる人と大体分けると3つになるんですけど、あ、まあ、どっちかっていうと横、要は横の人って、はい、要はこういう縦も、うん、要はトーダウンもこうしなりって、なんかこの間雑誌の人が言ってたんだけど、うん、もうほとんどの人がしなりっていうとこれしかないと思ってる、うん、こういうしなりはほとんどの人が分かってないというか、うん、トーダウンってしないと思ってる、うん、まあトーダウンするんだよ、うん、まあ斜めになる人はトーダウンも、うん、要はみんなが思ってるこういうしなりも両方、うん、すごい影響が出てくるというか、うん、石井プロみたいなのは、うん、トーダウンもあんまりしないような、うん、横にもあんまり動かないようなシャフトじゃないと合わないよっていうのがこういうグラフから分かってくる、硬い棒ってやつですか。これは加速度、うん、要はヘッド要はシャフトがどんだけ加速してるか測ってるんですよ、うん、加速するってことは手元が止まるとヘッドがパーンと走る、はいはい、手元止めてヘッドパーンと走らすからものすごい加速していくっていう、すごいね、株価が右肩上がり、そう、ものすごく上がってるじゃないですか株価だね、恐ろしく加速させてるってことなんだ。これをね、うん、一生懸命変えようと思ってもなかなか変わんないんですよ。どういう風に変えたの？波形が、その例えば多分こうなったら負荷が強いとか、いろいろお話聞いてて、じゃあ自分がこうスイングのね、うん、なんかやり方を変えたら変わるのかなと思ったら、力の出力とか負荷のかけ方なので、変わんない。好きなかけ方がある。ぶっちゃけ上手くなった下手関係なしに、うん、その負荷のかけ方なんだ、うん、体の使い方とかそういうことも関係ない。もっと力の出し方、うん、だから今私は上手くないからそういうのを測ってもしょうがないじゃなくて、うん、今測って 今合うジャンプにした方が、うん、そこから苦労しないよっていう話。なるほど。そこから変わりにくい、うん、そうか、うん、その状況を強くして、うんうん、大きくは動かない。例えばなんかスイングの全体のリズムをすごいゆっくりな人がすごい速くしたとかだったら変わるけど、それ以外はあんまり変わらない。そこまでね、変えないもんね。あの変えようと思って一回実験して、あの松山英樹さんとか宮里藍ちゃんみたいにゆっくりテイクバックしてから打ったらちょっと変わったでもそうやってやるって言うのやらないしねっていう。でこれじゃあ僕この波形を見て奥島さんはどんなシャフトを勧めるんですか。僕なのでほら、もう決めたじゃないですか、まあ、一応ほら、はい、一応棒、もう本当にしならないやつなんですよ。でも手元はちょっと動いてほしいんですよ、はい、で切り返しも結構大事で、まあこれが全てじゃなくて、うん、まあこれは本当にどうしならしてるか、うん、どっち方向にしならしてるか、どういう加速のさせ方してるかとかを見るんだけど、うん、あとはスイングも見なきゃいけなくて、うん、石井プロ結構この辺って流れで行くじゃないですか、はいはい、止めたりもしないしポーズ取ったりもしないし、流れで行くのである程度ここはしなってくれないと気持ちを切り返せないです、うん、だから手元はある程度動いてくれて、まあ、その先がもう、トーダウンもしないし、うん、まあ、あんまり横にもこう走んないでくれて、うん、まあ、ゆっくり戻ってくるようなシャフトがありますよっていうんですけど、そうするとまあ僕の中ではまあ僕ほらゴルフのこのフィッティングって、まあ、フィッティングに関しては YouTube ちょっと見たりするんですよ、うん、レッスンでいっぱい理論あるじゃないですか、はいはいはい、でもフィッティングって理論って実はあんまりない、うん、ほとんどない、うん、まあ、フィッターの経験則というか、そうで、まあ、あるとしたら、ね、各社メーカーがなんか出してこういう機械使ったりとか、まあ振動数でやったりとか、うん、まあ、いろいろ何パターンかはあるけど、でも結局は最後は弾道測定器で選ぶっていうのが今のやっぱり結果がいいものです。まあそれは当たり前なんだけど、でもそういう選び方しかやっぱできないっていうのが、その過程をもうちょっと見えるようにしたら、まあ、いきなりなんかもうスーパーすごいのってできないんで、とりあえず今まで見えなかった部分を可視化して、まあ、そこから、まあ、得られる情報が増えて、
でよりなんか正確なフィッティングができたらいいなと思って、うん、なるほど、素晴らしい試みですね、はい、せっかくなんで小山さんに、そうですね、そうですね、やってもらいますか、うん、で小山さんにはどういうシャフトが合うのかっていうことですね、はい、僕がちなみに言われたのはハザーダススモークのブルーの 6X と、うんうんうん、レジオフォーミュラ MB プラスの 65X、はいはいはい、え、B プラスじゃなかったっけ、うん、MB ってなかったっけ、あ、B プラって言ったような気がする、 B プラかもしれない、うん、で、あとは天性 1K オレンジの 60X って言ったんですよ、うん、で、一応まとめて全部買ったんですよ、うん、買うんですよ、買うよ、ね、金あるから買うんですよで師匠がいいよって言われたらね、そうだよね、一回試したい、ね、聞いて今 MB プラス言ってたけど B プラス言ってたから無駄なの1本買ってますけどなるほど、あ、MB って言ったね、うん、あ、MB だ、そうだよね、 1K オレンジ MB プラス、そう、まあ、IG とか、あ、じゃあボタンをもう一回、だからこれは人によって変わるもの、これを一発打つと小山さんにはこういうシャフトが合うよっていうのが明確に何本かに絞られる、はい、大体似たようなしなり方するんじゃないかなと思ったりもするんですけど、ちょっと打ってみます、楽しみですね、はい、あっちかな、いきます、いい、はい、いい、安定、安定してるね、ありがとうございます。はい。取れた？はい。あれ、バスがちょっと強いね。全然違います。マジですか？全然違うの来ました。違いますね。うん、Cプロ下大きかったけど、横をほとんど使ってないっていうのが分かりますね。あ、分かりますね、もう。はい、そう、縦、基本は縦しか使ってない。縦はこう上にこう行く、なるほど、行くけど横はもうほぼゼロ、でも最後の最後だけちょっとポンって、まあ、ちょこっとこうやって使うってことですよね、インパクト前後だけ、これをで、これドライバーで撮るじゃないですか、アイアンも何も全部このデータベースでいいんですか、いや、アイアンはアイアンで撮るんですよ、一応これ小山さんですね、あ、こっち石井プロ、小山さん縦ですよね、左が小山さん、僕が右に楕円こう、ね、はいはいはい、アルファベットの D みたいになってるのが近いですけど、はいはいはい、小山さんの方は縦ですよ、まず汚くないよ、俺の時だけ強烈縦、ああ縦シナリオいっぱい使う、ドローダウンめっちゃ気になるし、テイクバックの軌道がアップライトに上げると縦になりやすいとかもあるんですか、アップライトじゃないですよ、ほら、そう、縦っていうとどうしてもすごいアップライトに上がってるって思っちゃうけど、別に所詮はこの面に対してどう使ってるかだから、低くても縦に使ってれば縦になっちゃうし、だからシャフトにならないとわからないです、この線が、こんな人いました、いますよ、もうこう多いです、へー、ここ全く使えてない人、縦全く使えてない人って結構そう、はい、本当縦だけの人は本当すごい縦でなんかあの何ミミズみたいになるんですよ、これがこう一直線になっちゃう、本当に一直線、ちなみにこの波形を見て小山さんに奥島さんからおすすめするとしたらどういうシャフトをおすすめしますか、あ、小山さん今は重さは 60g です、硬いのはあんまり使えない、ディアマナ PD、とりあえずこう硬さの指標としてこう力もすごいしならせる人は本当突き抜けてくるんですよ、うん、1500とかだと1500まで行ってないと基本はあんまり硬いのいらないっていうのと、あとヘッドも実はそんなあの C プロみたいにもう当たる直前に結構ふわーっと激しく動く人なんかはもうあまり後ろ重心はおすすめできない、要は当たる直前でこう動いちゃうから浅い重心の方がやっぱいい、逆にそこまで動かないですよね、動かない人なんかは逆に後ろの方に重心があってもいいし前にあってもいいし、あんまりそこまで気にならないかな、ここでだいたいヘッドの感じをつかめてきて、
小山さんは割と深い重心のものも扱える。そうです。で、基本あんまり先走んないですよ。はそんなに石井プロと違って、ああ株価が緩やか、そう緩やかじゃないですか株価が緩やか、だから先はちょっと動いてほしい。そう、ね、もう先動くっていうことはもう2パターンしかないですよ。手元硬くて先が動くものになるのか、ダブルキックしてくるものなのかとか、そういう、まあ、2種類、あと全体次第にもいけると思う、はい、そこは。だ多分幅は小山さんの方が広いと思う、使えるシャフトの。だもうこの幅が広いってことはもう先か中かとかそういう分け方はもうできないんですよね。全体がしなって動くものも使えるし、まあ、手元ちょっと畳めの、先がちょっと動くものも使えるし、まあ、ダブルキックするものも使えるし。だ悪い話じゃない。今小山さん PD PD リヤマナの PD 60の S。 あここでちょっとタイミングが見たいっていう。ですよね、多分ここっすよ、ね、あとはもうそんなにしなやかに動いてほしいですよね。もともと DF をずっとお使いになってて、それここでちょっと、そういつからか全部 PD に PD の方がしなる、ちょっと動く。あの DF の方がブンって走るから、アイアンも取る。でもいくつ、いく大体何回打っても同じようなことになる。もう何回も打ってみます。いやいや、打って変わるか、自分変えよう変えよう。石井さんが意外とクラブを選ぶ人間だっていうことが分かってしまうんだから、クラブ逆にクラブスピードを36ぐらいに打ってみようか。あ、いいの。あんまりそういう人いないでしょ、うん、これも打っていいの。押して押して、そしたらまろやかになったりしてね、ポチ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 してる。 OK OK、じゃあヘッドスピードを36を目指していきます。でもう一回押して 39.6 になっちゃったけど、基本一緒だよね。なんか緩やかな、はい一緒でしょ。変わんなかった。そんなに遅くなった分、負荷が弱くなってっていうぐらい。じゃあちょっと負荷を変えれるようにテンポを変えてみます。ボタン押しました。丸裸だな。押しました。あんまちょっと変わったかなゆっくりになった分、いやリズムがゆっくりになったから、うん、あの下の2段キックがなくなったでしょ。そう、なくそう、なくなった、はい、だ基本的にはでもこの最後の部分は一緒。一緒ね。これは面白い、はい、ある種上手い下手関係ない。関係ないです。プロだったらどうとか、アマだったらどうとか、がどう動いてるかで選ぶわけだから、はい、下手くそでも同じしないと。技術が上がってもその人のしなり方あんま変わらないっていうところがミソで、だ負荷が強くなるからシャフトが硬くなることはあるんですと。ここ科学的、はい、新発想のクラブの選び方。そうですね。あと意外にこうすごい振ってんなって人が全く負荷かけてなかったりとか、シャフトしならせてなかったりとか、なんかスイングの見た目とデータが一致しないことが多いんだ。多い。だそういう人がなんかこう全然遅いし全然力かけてなさそうな人がものすごいデータ的には負荷力、要はシャフトすごいしならせたりとか、そういう人がなんか X になってしちゃう。見た目がすごいブンブン振ってるけど全然負荷かけれてないのに、見た目すごいから硬いのを勧められると合わないって言うと速そうとかっていうので不幸が起きるわけですね。そういうミスジャッジは起こんなくなる。そこはヘッドスピード関係ないですよね。そう、速くてもあんまりしならせてない人もいる。そうあとちょっと不都合な真実で言うと、例えば何とかのシャフトの
60の R と60の S と60の X が硬さ違いじゃなくてもう全く別物なんですって、その奥島さんが測ったデータによると。そんな話聞きたくないよ怒られそうだよ。確かに同じ味付けに近づけてるんだけど、ちょっとこのスラップ的に言うとちょっと違うものとして考えた方がいいんじゃないのかなっていう。そうですね。なので60の X が調子いいんだけどちょっと最近しんどいから S にしようかなってすると望んだ結果にならないこともあるから、そうだったら違う種類の違うシャフトの方が合うよっていうことがあるらしいと。起こるんですよね、起こっちゃうんですよね、そこがね。それなんでわかるかって、僕らもうデータ全部取って、シャフトの本当は、ね、全てのデータ400本ぐらいです、シャフトはで全部打って両方やったので、それで分かったので、うん、これどこで受けられるんですか。もう奥島さんのところに行くしかない。そうですね、今はヒルトップでしか、はい、この横浜のヒルトップで奥島さんのレッスン枠を予約をして、まあ僕だけでもう一人、もう二人いるので、うん、素晴らしい。なるほど、じゃあぜひ興味のある方は横浜に来ていただいて、はい、あとあの近々に矢作県のゴルフフリークスにこの二人で出てますね。あ、そうですね、出てますね、はい、そちらでもぜひ見ていただく、はい、矢作さんもこのフィッティングをやってるので、多分オンエアの方が早いんじゃね、はい、これが出るよりもぜひあのそちらもご覧ください。お願いします。はい、ありがとうございました。面白かったです、ありがとうございました、ありがとうございます。マジですか。全然違うの来ました。違いますね、これシープロ下大きかったけど、横のほとんど使ってない。そうそうそう、あ、分かりますね、もう